ざみ、調子はどうだい？うん、問題ない。清十郎は？俺はもちろん大丈夫さ。いよいよ最後の戦いだからな。不安なことがあったら何でも話してくれよ。あざみ、何か言いたいことがあるのか？清十郎、嘘は良くない。え、嘘って？不安に思ってるのは清十郎の方。違う？それは。参ったな。言う通りだ。アザミに隠し事は無理か。アザミは真実を見抜く。清十郎の悩みもお見通し。そうか。正直怖いんだ。今度の戦いは今までとは違う。守ろうとして守りきれないかもしれない。目の前で誰かが死ぬかもしれない。そう思うととても苦しいんだ。ごめんな、アザミ。こんな情けない体調で。清十郎、清十郎、いい子いい子。アザミ。清十郎は情けない隊長なんかじゃないよ。とても優しくて、とても強くて、とても立派なアザミの隊長だもの。不安に思うのも当たり前のこと。怖くない人間なんていないんだから。アザミもかい？アザミは忍者だから恐怖には強い。訓練した。そうか、アザミは強いな。忘れないで、清十郎。清十郎は一人じゃない。アザミもみんなも清十郎のことを大切に思ってる。だから一人で苦しむ必要なんてない。そのことを忘れないで。ああ、ありがとう、アザミ。少しは元気になった、清十郎？ああ、もう大丈夫さ。アザミのおかげだよ。気にしないで。アザミはアザミの好きにしただけ。アザミは清十郎のためにある。それがアザミなんだから。